はい、皆さんこんにちは。制作企画研究所プロジェクトリーブ株式会社トラユカの中島ゆかです。中島ゆかのそこまでゆかの時間がやってきております。今ね、六本木ヒルズのちょうど前、ちょっとねひっくり返しますね。はい、今ね六本木ヒルズの前ぐらいまで来てます。これから、私が参るところは麻布税務署前まで行きます。この近くにね中国大使館があるんですね。まあとにかく蒸し暑くて、マスクはね持ってねしてるんですけど、また後ほどですねレポートをいたします。ではまたお会いしましょう。というわけでですね、今日何度まで上がったんですかね。梅雨すっ飛ばして夏だったんですけれども、六本木からですね麻布税務署に、まず皆さんで、集合して中国大使館の方に、まあ抗議ということでですね、それとまずは64天安門で尊いね命を亡くされた方々に追悼という一日でした。で、場面場面でですね、ショートカットで撮っておりますので、ちょっとご覧ください。どうぞ。今ね、こちらが税務署の前なんですけれども、緑の台湾の旗も作ったんだけど、はい、今ここにないんで、次有楽町行った時にありますから。了解しました。はい。結構ね報道もねたくさん来てますね。ここにね村田先生がいらっしゃってます、はい、めっちゃ怖い、わかんない、怖くて。なんで？わかんない。いや、なんでなんかそんなわかんない。はい。実は、私もですね、中国大使館に行って、あんなに抗議をするというのは今回が実は初めてでして、立地的には麻布の税務署からだいたい歩いて5、6分もすれば中国大使館がね、見えて。来ました。で、まあ、とにかく警察官が5人以上のグループをね組むなというふうにまあ言うんですよ。でも結構ねウイグルの方、それからまあ中国ねの中国籍の方、それから香港、台湾関係のですね、方たち結構いらっしゃってましたので、割とね、5人で1グループ作っちゃうと、一体いくらの定談できるのっていうね、感じで、結構時間を押しました。で、まあ、その5人1組っていうのをね、なんか他の大使館じゃ、別に5人にしなくてもいいらしいんですけど、なんで中国大使館だけ5人にしろっていうのかっていうね、なんかそれもね、なんか納得いかない？警視庁どうなってんのって感じなんですけれども、まずはですね、64天安門のね事件で亡くなられたね、方を王さんっていう方が、まあ、スピーチをされて、そして、まあ、皆さんで追悼するというところがありますので、ちょっとご覧ください。どうぞ。今日ここで中国大使館の前に、私たちが中国国際政府に対して独裁者習近平に対して声を上げなければ上げないんです。31年に1年経っても共産党政権は解除され、そして石川諸国が大関係の構造の中に WTO という世界貿易機構に取り入れて、共産党政権は加盟後の WTO を利用して、そして中国経済を急
いう平和的な発展ではない。そして2012年習近平が権力を掌握して以来、覇権主義をむき出しになっている。我々はこれらの人権弾圧あるいは覇権主義に許すことはできません。だからこそ今日ここで声上げます。打倒中国共産党政府、打倒独裁政権、打倒独裁者習近平こと習近平さん、皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、そしてですね、この会に関して実行委員会に関しては、小島先生というね方と文江一さんっていうね、あの去年も、六四天安門の、追悼をですね渋谷のハチ公前でね、あのキャンドルを持ってした時にあのお会いしたね非常に素敵な女性がいらっしゃって、ご主人もね一緒にいろんなね、あの準備等をね、すごくあの誘導されていました。で、私がですね、後半部分は、トルキスタンのですね、あの、グリスタンさんね、あの素敵な女性と、それから今日はですね、男性のスマイルさんっていうね、方も、いろいろちょっと取材をね、今日させて、ウイグルの方たちのですね、ちょっと声を聞くことができました。で、まあ、結局、その、横断幕を持って、で、村田春樹先生の、まあ、あの、いらっしゃる5人のグループで、中国大使館の前に行きました。で、もう、とにかく、この時ばかりとね、まあ、チャンスでもありますので、台湾は台湾であって、台湾は中華台北、いわゆる、あの、中国のね、一部ではないと、いうことを、私は、拡声器とかそういうマイクとかも使っちゃいけないっていうことらしいんで、まあ、別に地声でもいいやっていうことで、まあ、そうですね、コロナウイルスで、まあ、外宣活動とかね、しなくなって、ほんと久々に、まあ、お腹の底からですね、まあ、台湾は台湾であって、台湾は中華台北ではないということ。そして、我々、大和民族は、このようなね、ジェノサイドだったり、ウイグルの人やチベットの人、南モンゴル、そして多くの、罪もない、天安門で、亡くなっていった中国の人民をね、まあ、虐殺をした。そういう中国の、政府に対して、まあ、それのトップである習近平を、どんなことがあっても、我々は、国賓という形で二重橋を奴に、渡らせるわけにはいかないと。いうことをですね、もう肉声ではありましたけども、もう声張り上げましたので、もうカメラもね、回っている中で、しっかりと、それは、訴えてまいりました。そして、やっぱり直近でね、一番ショックだったのは、やっぱりその、香港です。香港の、まあ、一国二制度をね、受け入れるという、不遇なその過去もありましたけど、もうその、安全でもない危険なね、その国家安全法みたいなもので、もうむちゃくちゃなことをね、今、中国がもうやりたい放題やっているという状況です。で、この香港っていうね、じゃあ国を、どのように我々が何ができるのかっていうところが、非常に今日は、私の気持ちの胸の中でも、なんか非常に、無力感というものがね、すごくあったんですけど、ただ、やっぱり香港の旗を持った若い、香港人の方たちが諦めないというやっぱり声明をね出されていました。やっぱこれに対して、日本人である私たちも応援していく姿勢を依然、緩めることなく、そして、なんか11月の G7 の終わった後にひょこひょこ習近平が来るみたいななんかニュースをね、ネットニュースで見ましたけども、来なくて結構です。もう習近平のね、行く場所は日本ではないです。地球に対してね、詫びなきゃいけないことが様々ありますので、まあ詫びただけじゃ許せられるものではありませんけれども、
とにかく我々正常な感覚を持った国際人である私たちは64天安門事件をですね、忘れることだけは絶対にありません。あれが中国共産党のやり上がったざまです。はい、一本のね動画にね全部収まりきらないので、また続編はですね明日以降にですね配信したいと思います。ではまたお会いしましょう。